7月2日になりましたね。18時34分です。現在、今は僕はですね、徳島市を越えまして、今これは鴨島という場所。鴨島という場所をですね、目指して走らせているわけなんですが、じゃあ鴨島に何があるのかってなりますよね。鴨島にはですね、徳島のあっちゃんに会いに行こうかなと。その徳島のあっちゃんというのも、昨日徳島駅の前の居酒屋で、でですね、出会った方なんですけど、その方がですね、明日よかったら泊まりに来なよということでですね、鴨島までですね、残り10キロぐらいですかね、これで。ですが、看板が全然出てこないと。近くにですね、鴨島駅のそばにマクドナルドがあるので、ちょっとそちらでですね、待機して連絡を待つしかないと。とりあえずですね、192号線国道にまず出ることが第一ですね。これはすごい広い豪邸にたった一人で寝たんですけど、すごい怖かったんですよね。でも正直、これどっちだろう。12時13分になりました。私めはですね、今高松へ向けて残り50キロちょっとぐらいかなになるところに来ています。この道をですね、ずっとまっすぐ行ったらですね、大体高松の方に出ます。山をですね、2つぐらい越えるのかな。今日、まあそうですね、今日の9時ぐらいにはぜひ着きたいというところではありますが、今日は土曜日ですよね、確か。もう曜日感覚なんてどこにもありません。さあ、お昼ご飯も食べまして、現在14時35分となりました。ですね、どなりという道の駅で
釜揚げうどんをいただいたわけなんですが、美味しいですね。さあこの後ですね、残るはトンネルを抜けたらですね、もう全て下りということで、はい、香川県入りました。いや、トンネルは涼しいな。はい、約2キロぐらいのトンネルなんですけど、全部下りということでね、気持ちよかったな。いいな。さあここからはですね、ほとんど下りらしいので、荷物もよくチェックしながら行かないとですね、怪我するので。はい、というわけで無事、危ない、大丈夫かな。ようこそ香川県と書いてますね、本当に。はい、香川県入りました。四国4県目、これにて四国は制覇ですね。18時55分、7月3日18時55分ですね。僕はですね、香川県じゃなくて香川県高松市に入りました。思ったんですけどね、もう19時ですよ。日が全然沈んでないですね、今日。すごい明るいんですよ。まだサングラスかけてますからね、だって。ね、19時12分、この道をまっすぐ行けばですね、高松駅に繋がると書いてありましたね。さっき調べたんですけど、なんでも香川の方は夕日スポットでもあるらしくて、だるま夕日、だるま太陽っていうのかな、もうすっごいでかいんですよ、近くで見たら。高知県とかもそうなんですよね。ちょっと僕高知にいるときはそこ行ってないんですけど、高松に着いたらですね、まず風呂に入るでしょ、酒飲むでしょ、あとですね、高松からフェリーで小さい豆の島って書いて、オンズ島なんだっけな、名前忘れたな、そんな名前だったと思うんですけど、そちらの方に行きたいと思います。さあ、高松駅前通りにやってきましたね。ここはフェリー通りと言われてて、まあ、飲み屋街がこの先ずっと続いてるのかな。Thank you.
着しました。ちょっと商店街とかねブラブラしてたらね結構時間かかりましたが、はい、ということで本日は高松駅で終了ですね。これが高松駅でいいんだっけ。です。